はい、4番からですね、今、まあ、過去水量の範囲をやってるんですけれども、過去水量の範囲をやってるんですけれども、よくでしょ、過去水量やってるので、水量の2度ってあるわ。2度ハブ過去分子ですね。はい、棚田さん、意味は何々する必要がある。え、必要がある、違います、あったのに、あったのにしたのかしないの、どっちを。して、はい。やれ。大丈夫？水量やから。あ、何々する必要があったのにしなかったよね。ちゃんとしっかり理解せないよ、ほら。二度のと、ハブ、過去分子で、裏が2の手、過去分子で何とかする、どんなとかする必要は、なかったのにした、そう、なかったのにした。推量するから、意味合いが反対になりますからね。 You need not have bought your umbrella。 3番ですけども、傘を持ってくる必要がなかったのに持ってきちゃってるよってことや。つまり傘はあるからね。大丈夫？だから水量の面倒くさいところは、今出てくる need と次出てくる should があった時には、話し手は基本的に、その例えば not という情報が与えられたら、実際は傘は持ってる状態で考えないといけない。絶対やで、ほら Did we not have brought your umbrella? 持ってくる必要なかったじゃん、で持ってる状態を指してね。過去の出来事を否定してるだけだから、現在はそうじゃないんだよ、ほら。めっちゃ考え方なんだけど。で、probably aガーディングブレイカーっていうなところです。はい、ねえ、このフォアは理由を表すフォアっつって、というのもっていう理由を表すフォアで、つれ過去水量の時に同時に用いることが多いです。でもちろんフォアの後にこれ接続詞的に使うので、S プラス V を持ってきていいです。過去水量の時に好まれる because と同じような形。OK。ただ、通例カンマフォアになって、だ一応カンマ入れといてもいいんだ。カンマフォアになって、because の場合は先に because 処理してこうだけれども、因果関係があった後にというのもつって、訳の方では持ってくることが多いですね。はい、傘を持ってくる必要がなかったのにね。というのも、私たちは車で行く予定だからって感じです。これが過去水量の今扱ったのは2度。じゃあ次、シュダー扱うよ。次、シュダー扱うね。should have 過去分子で、はい、橋本くん、するべきだったのに、そう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 、しなかった、あのにしなかったとなるわけです。あ、しくった。はい、入れてくる。
ここの主語の部分が要するにオートトゥーで書くことができるわけね。何々すべきだったのにしなかったっていう形が取れるわ。じゃあその逆もまたしかりで should do not have 過去分詞の形で、はい、今度はこっちはこの福島くん、すべきでなかった、うん、したで、ここの should not を、はい、林さん、オートトゥーで書き換えると、そうやな、not の位置が on not to っていう形になる。 to の直前なんで not は、これは英語に関するルールなんで深く考えずに to の直前と覚えてください。すべきではなかったのにしたとなる。これがいわゆる英語における過去の出来事の後悔ってやつです。後悔とか反省っていうジャンルです。こういう言い方をします。まあ実際に君たちの持ってるようなビジョンクエストとかネクステとか、まあそれよりもまあいわゆる参考書物やねにも載ってます。過去の出来事に関する後悔とか反省って書かれてます。そうすると、5番の答えっていうのが4の、I'll not to have told っていう形になり、長代さんこれ訳するか、あなたは昨日、お父さんに秘密を言うべきじゃなかった、そうやね、大丈夫ですよね。あなたは昨日父親に対して、我々の秘密を話すべきではなかったのに話した。秘書さんだったらシークレタリやもんな、いいよな、シークレットは秘密やったわ、そう、ってなところなのでよろしくお願いいたします。と、主語なんですけれども、この後悔と反省があると同時に6番なんかはどういう形かって言われたら、6番の回答は3番になるんです。これはランバグ流れからもできるかもしれないんだけど、訳の仕方なんだよね。主語は後悔反省を表す何々すべきだったのにしなかった、何々すべきなのにしたしてはなかったのにしたと同時に、主語については当然というジャンルがあるんで押さえてください。この当然の場合は、はい、should have 過去分詞もしくはここの形が ought to have 過去分詞の形でニョロニョロしたはずだってなります。で、これ、受験においてはコツがあって、だいたい by now 一緒につきます。 by now が一緒について、 by now っていうのは仮想状態を表す今頃には持っています。はい、ここです。なんかその過去が現在って言われると難しい考え方なんですけど、まあ過去っちゃ過去、 by now ちゃ過去みたいな、過去っちゃ過去みたいな、まあこの should have と ought to have 過去分詞の形に合わせて使います。で、大体受験慣れしてる人はこの by now 見たら、あ、should have 過去分詞ねって、 ought to have 過去分詞ねっていう風な発想になってます、はい、ただこの、やっぱね、当然の should っていう発想はないといけないね。別に should 自体がもともとこっちはね、別にハブついてる云々以前に、シュル自体が
べきとはずに分かれるんだよね、ちゃんと。でとりあえずこの訳っていうのは My sister ought to have arrived here by now for she took the early train。 だから姉は今頃にはもうここに着いているはずだ、着いたはずだというのは、彼女はね、こう始発列車、まあ the early、 まあ早い電車に、始発でもいいんですけど、まあ始発列車に乗ったからっつって、こんな言い方になります。姉がついているかどうかっていうのは推量的断定なので、実際現実ついているかどうかまでは判断できません。その人が知したはずだって言ってるから、姉がついたとは言ってないでしょ、うん、なので姉が確実についたかどうかまでの客観性はないです、この表現で。主婦のこのべきかはずだみたいなものっていうのは本当に大事なところで、何が大事なんですか先生っつってね。例えば、受験ではね、こうやってね、この年は入ったかな、これうちのテキストの 4.0 ってやつなんだけど、扱った生徒もいれば、去年これを読んだ生徒もいれば、読んでない生徒もいると思うんだけども、サラララララってやってしまうと、神戸大の文章なんだけど、昔のね、And the work level at all is focused on small mammal fossils excavated from the Samurai Cave Popcorn Dome in Northern California、ね、ブロイスによって進められているその、まあ、仕事、調査というものは、北カリフォルニアのサムエル・ケイブ・ポップコーンドームからエクスカベイト、大丈夫だよね、エクスカベイト化石でしょ、エクスカベイトだから、発掘された小さな哺乳類の化石に焦点を置いている。 The Samuel Cave area has a high degree of species diversity and shares climatic features with each of the different surrounding ecosystemサムエルケイブエリアというものは、はい、要するに、この役だったら、ここで追加だからここまでか、高い割合の種の多様性があり、本で次こっちか、それぞれ異なった環境のエコシステム、まあ生態系だね、環境の生態系のもとに、気候の特徴が、備わっている、はい、要するに氷河期とか氷河期以後とかで、要するに生態系の変化があった場所。 Hence それゆえ As Broyce put it ブロイス曰く We figure that this region should be particularly good for recording climatic and wildlife change through time。 ぶっちゃけここに載ってる単語マジ高1レベルやん。はい、我々は理解した以下の内容、この地域が時を経て、はい、時を経て、以下こうだよね、気候変動や野生動物の変化を記録するのにとりわけ向いている。はい、木村君、はずだ、わかる、これ言いたいことわかる。この今べきはずの話があってから林さん聞くからはずだってなるでしょう。でもこれべきって書いちゃうの、うん、ここが抜けてたら、でそれで、はい、ペシってやるの。大学受験は僕の授業を高校の頃から受けてた子っていうのはこのクラスは2人しかいないから、僕はよく言うのは大学受験の点数ってブラックボックスなんだわ。どこでどう点数つけてるか分からないってこと。素直にこれを10点で考えて、うん、ミスった、1点、1点、1点とかやと思う？俺だったら、この種類だけで10点全部引くよ。だって、ここしか解いてないもん、この問題。分かる？神戸大学がこのレベルの単語でさ、こんだけのもの出してさ、みんな書けるって。みんな間違いがここだけなの。だからここで10点か0点か判断した方が早くない？点差つけやすいでしょ。いや、分からないよ。分からん、ブラックボックスやから、そういうこともできるよって話はしとかないといけない。
うん、ただまあ極端な話だけどね、そこまでひどいことはしないけど、だから点数の付け方を開示してくれてる大学の資料っていうのは私は永遠と入手し続けてて、具体的には東京外大が唯一それをやってくれるから、東京外大はめちゃくちゃ細かく何点で出してくれるから、その資料っていうのは必ず毎年ダウンロードするようにしてます。こういうのが生き字引きになってます、我々の世界においては、うん、っていうようなところで、ただ何が言いたかったかっていうと、こういうちょっとしたべきだはずだみたいなものを理解しておかないと、国立っていうのはそこで一瞬で上げ足取られるようになってるから、気をつけてねっていうところ。皆さんがある程度助動詞みたいなものが理解していることは私も周知の事実なんですよ、分かって言ってます、ただ、改めてこう基礎から話をしないといけないのはやっぱりね、基礎の基礎抜けてると最後上げ足取られるようになってます。で、皆さんが受けたいような難しい大学になればなるほど基本的に基礎の基礎っていうところが、最後に、点差の分かれ目となっているような作り方をしてくるので、気をつけてねっていう話を今回の週に合わせて、まあ、今回は何々したはずだっていう過去推量の当然でしたけれども、基本的にも義務と当然という2種類に種類は分かれているよって、元からね単独種類の形だけでも義務と当然に分かれているところは十分留意しておいてねっていうお話をしておきたい。最後ですけれども、 No one has prepared for Professor Hill's questions。誰もヒルの質問に答え準備してなかったね。昨日レッスンについて読んでおくべきだったのに読まなかったですね。大丈夫ですか？はい。では、ちょっと読んでからでもいいですし、自分のタイミングで始めてください。行ってらっしゃ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 い。